ンチは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。宇野とパンチの今日は田村さん、谷井さんとダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー。二人でやってるからね、いいハーモニーだよね。ありがとうございます。またこんな喋る人だとは思わなかった。あ、ほんとに。なんでプロレスの時もっと喋んなかったの？プロ、あ、でも後に喋るようになりました。あ、じゃあ僕は新人の時にお会いさせていただいたんで。はい。ね、プロレスはね、これも必要だからね。そうですね。ねえ。おワイルドカード、ワイルドカードはい、ちょっと待って。ちょっと、すごいですね。ちょっとギャランドゥーを、すみません、処理してなくて。あちら側向いて座ってください。あ、こちら側で、はい、かしこまりました。よろしくお願いします。あ、寝るじゃん、すぐ寝るじゃん。最初は、ちょっと、どこが悪いか。あ、なるほど。はい、お願いします。はい、お願いいたします。今日はどこが辛いですか？ちょっと肩が最近ちょっと凝りましてですので、はい、ちょっと肩をこうほぐしたいなっていうのが。方ですか？あ、どっちかって言ったら左ですかね。両方とも凝ってるんですけども、はい、下向いてください。あ、はい、かしこまりました。で、上向いてください。はい。この時どっちが突っ張りますか？あー、左かな。左ですので、はい、はい、下向く時に突っ張りますか？そうですね、ちょっと突っ張る感じが。わかりました。はい。体の前で手をクロスしてもらって、はい、で、肩甲骨開くようにぐーっと前傾姿勢に。あ、そうです、そうです。はい。髪の毛より細いで大丈夫。あ、本当ですか？痛かったらすぐ行ってください。はい、大丈夫ですか？え、もう刺さってるんですか？刺さってます。え、全然感じないです。本当？はい。よかったです。これでちょっと手元に戻してもらって、はい。あ、もう針抜けてますよ。あ、もう抜けますか？抜けてます。はい。下向いてもらっていいですか？はい。左側変わった感じあります？全然違います。全然違います。全然違います。もう、突っ張りが一気に取れました。本当びっくります、びっくります、これ、うん。ちょっと笑っちゃうかと思ったって。本当？いや、本当。我々の YouTube はほら、まあ、テレビが嘘ってわけじゃないけど、はい、変に誇張したり、うん、笑いを取ったり、うん、登録者数を増やすために何とかっていうのないから、嘘言わないから、本当信じてください。本当すごい。いや、めちゃくちゃすごいです。針を初めて受けるって人がすごい、はい、私の患者さん多いんですよ。はいはいはい。なので初めてでも針は痛くないようにとか怖くないようにと思わせる手技をめちゃくちゃ研究しました。はあ、なるほど、はい、デビューって大切だよね。はい。僕が針の時デビューなんかさ、はい、デカーって痛かったから。そうなんですよね。もうそれで嫌になっちゃった。そうなんですよ、うん、やっぱりきっかけ、はい、そういう意味は谷さんのところに来るのは正解かもしれないな。なんかハリーはもう怖いとかそういうイメージを一回つけちゃうともう、うん、ダメですもんね。うん、はい。梅野君よかったな。いや本当ですね。初めてが私でよかったです。最高だ。いやもうハリー怖くないですねこれ。いや、あの今言わなきゃよかったなと思いました。違いますか。いやその自信は必要ですよ。人の朝とかに体だるくなるかもしれないんですよ。あ、一時的に反転反応なんですけど、はいはいはい、もし体だるくなっちゃったら、はい、カフェイン取られますよね。あ、はい、コーヒーとか。カフェインをちょっと控えめに、はい、その日はするのと、はい、お白湯をいっぱい飲んで、はい、おしっこをいっぱい出すようにすると、はい、だるさ抜けると思うので、あー、なるほど。もしだるくなっちゃったら、はい、それを実践してみていただければと思います。あ、わかりました。その次の日にスッキリするとかがあるので、あ、はい。何贅沢に足もやってもらってんだよな、これ。ごめんなさい、ごめんなさい。なんかちょっといろいろやってもらってます。冗談じゃないぜ、おい。パンチさんが嫌だった場所に今リベンジして大丈夫だったってことで、うん、大丈夫です。リベンジマッチで、はい、熊谷組の時にね、バッティングキャッチャーやって突き指した時にね、はいはい、そこやってもらったのよ。ビカッときてさ、はい、ガーッと噛んじゃってさ、もういいですって。はい、谷井さんにはすごく失礼な言葉、まあ、褒め言葉なんだけど、はい、こっちが向いてるよ。本当ですか？え、悲しいです。いや悲しいけど、はい、いや、すごいなんかね、はい、あの時は新人だったからか知らないけど、迷ったような顔して、ドギマギしていたんだもん。あ、でも、そうです。そうでしょ？はい。今すごくなんか自信に満ちたね。はい。
いい顔してる。ありがとうございます。ちょっといあのショックかもしれないけど、はい、そうか、晩年見てないからね。あの10年目ぐらいからプロレス楽しいことに気づいたんですよね、うん、あだから新人の時だったんだ。なんかさ、はい、いつもなんか、あ、そうそうそう、ドキドキしてさ、何していいの、何しよう、カレーなんて言われてさ、そう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 、カレーとかって、もうプロレスやってる姿よりリングの外をジャージで走り回ってる姿しか俺残ってないもんね。あ、でもそうそうですよね、うん、自分はパンチさんに言ってくださ、うん、言ってくださった言葉がありまして、うんうん、なんかあの釣りのロケご一緒させていただいた猿島。いやー、俺お前覚えてないんだよな。覚えてないですか、うん、田村よっちゃん言ったよね、はい、あの京子さんと、はい、京子さんと自分と田村、テレビ、テレビです。でパンチさんの番組だと思います、釣り番組。へー、覚えてないな。え、本当ですか。え、すごいショックなんですか。いやいや、ごめんなさい。今日で何だったの。猿島に行って、うん、であの釣りをこうなんかこうポーンって投げるやつがあるんですけど、あれを私やったことないですけど、やったら、うん、パンチさんがタニーさんのフォームは新岡選手のようなフォームだみたいな、なんか小さい体で遠くに飛ばすんだみたいに言われて、すごい嬉しかったんです。あ、そう、はい、だから僕船が嫌いだからあの憂鬱だったからパンチさん釣りは好きなんですか。いえ、じゃあ、あの番組でパンチさんの番組じゃないんです。だから僕の番組だったんじゃない。だから頑張ったんだよ、多分。びっくりだよね。すごいびっくり、ショックだよね。テレビだもん。そうですよね。テレビだもん。え、パンチさんすごい釣りのこと語ってたのに。いや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 、テレビだもん。めっちゃ語ってたのに。あれ YouTube でも釣りロケ行ってました。そう、 YouTube でも見てください。ええ。はい。はい。あの釣りやってませんから、パイさん。あれ、そろそろ引退かなと思ったきっかけっていうか、プレーはどんな時に感じたんですか。体的には全然元気だったんですけども、うん、ネオっていう団体がなくなってしまうっていうことで、うん、ただネオ大好きだったんで、うん、だったら、まあ、年も年だったんで第二の人生を考えたいなと思って。なるほど、体までやれたけど気持ち的に、はい、そうですね、やめるなら今かしらと。そうですね、なるほどね、はい、うん、本当お客様は神様だなっていう、うん、気持ちがすごい強いんですね。いや、本当そうだよね、はい、まあこの年ぐらいなんだけど分かんないよね。そうですね、うん、本当に、うん、はい、本当にお客様は神様だし、はい、仕事いただいたら感謝だしね、はい、うん、でもあのさっきも言ったようにちゃんと自分の手で頑張る、はい、そしてその手でお金をもらえるって、あの大変だけどやりがいもあるし、そうですね、あの、はい、一番きれいというかさ、分かりやすくて、うん、あのなんていうかな、やりがいがあるよね。将来の夢は何ですか。将来の夢は、うん、プロレスもホルモも、転職だと思ってたんですね、うん、転職と思えるものが2つできて、うん、あともう一つ、うん、あの転職と思えるものが見つけられたら、うん、本当に素晴らしい人生だったなって、うん、なんか田村さんふわっとしながらなんか言うこと力強いね。めちゃくちゃ軽いです。今ちょっと多分現役時代のパンチさんより、はい、結構いい球投げれますよ。なんだって？現役時代のパンチさんよりいい球投げれますよ。あのね、ええ、見栄えがきついからね、服を着てるから。はいはいはい。マネさんの今後の夢みたいなのはありますか？はい、針を受けたことがない人に針を知ってもらいたいですね。うんうん、なのでそうですね、針は怖くなくて、うん、まあ個人差はあるかもしれないんですけれども、うん、私は効き目があると思ってますので、うん、それをあの広めることができたらいいなって思ってます。なるほどなるほど、はい、あの僕はハリデビューでも嫌になっちゃったけども、はい、やっぱり出会いって大切だね。そうですね、うん、男性はもう整体マッサージ、はい、アロマだなっていうふうに思ってたんだけども、うん、イメージが変わりました。変わりました、ありがとうございました。ありがとうございました。ウドコもハリもね、
いや、本当にこう今、体にもうバンバン血が巡ってる感じしますこれね。詰まってたのかな。かもしれないですね。じゃあこれからも二人力を合わせて頑張ってください。はい。吉岡くん、ありがとう。ありがとうございました。はい。なんだそれ。これ、そうね、僕最後にね、うん、田村さん。いや、田村様にですね、うん、最後に決定を出してほしいんですよ。おぉ、ちょっと、これも持ってきましたんで、ちょっと。決定出してもらってよろしいですか、はい。はい。お願いいたします。じゃあ、ちょっとこちら。生で見るの初めてなんだ。いいか、よく聞け。宇野山本とパーチ佐藤の、今日もどこかでダイナマイトを見た、112万5000人のピープルズは、必ず、高評価、チャンネル登録をしろ。そして青コーナー田村よし子に来い。これ正式決定だ。今田村さんが決めた決定。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今メガネで勝てると変わるだね。そうですね。スイッチ入ったね。やりましたね。そうね。すげえ。今も大変インパクトがあったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。うのとパンチの今日もどこかでダイナマイトをご覧になったと、言ってくださった方は、今年中は、はい、はい、腕のハンドマッサージをやらせていただきます。はい、他のコースにつける感じでやらせていただきますので、はい、ぜひぜひいらっしゃってください。お待ちしてまーす。ダイナマイ。いやー、体が軽くなりました。いやー、本当に生き返りましたね、なんかね。これからうのくんいろんなところで宣伝しようね。はい、そうですもんね、うん。ありがとうございます。腕は間違いないです。はい、本当です。うん、吉岡君、ありがとう。ありがとうございました。お土産までいただいちゃって。すごいです、本当もう至れり尽くせりという感じで。それでは、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。パッパパーパッパパーパッパパッ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 また次回もお楽しみに。うわー、紙吹雪は2センチ2センチ小さくしてるよ。塊がうまく巻いてくれよ。川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる。パワー全開でパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダイナマあの東京の人はあれだけども、例えば名古屋だ大阪だの九州だの北海道の人がせっかく東京に来るんだったら、うん、試合見て帰るとか、はい、田村さんや谷生さんのとこ行って帰るとか、はい、元気のとこにいっぱい飲んで帰るじゃなくて一つのツアーにしちゃうんだ。まず田村さん谷生さんのところでリフレッシュ、はい、そして後楽園ホールでダーン見て、はい、元気みさえさんのとこで、はい、我々の YouTube チャンネルをですね、ご覧くださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたら、これチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございますの。ですね、まだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときにですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんですよ。うん、で、そこを、ピッと、押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよピッ
そうですので、ね、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。